クルー・ギャラガーはアメリカ合衆国の俳優である。1928年、オクラホマ州ホールデンビルに生まれる。父親のジョン・ギャラガーはカウボーイのパフォーマーとしてブロードウェイなどで活動していた。また彼自身ネイティブアメリカンの血を引いている。1946年から1948年までアメリカ海兵隊へ所属している。ノースイースタン州立大学で学んだ後、 ベーラー大学へ編入して演劇を学んだ。1956年にテレビシリーズザ・ユナイテッド・ステーツ・スチール・アワーで俳優デビューを果たし、しばらくはウェスタンもののテレビドラマなどで活躍。1964年に殺人者たちで映画デビュー。それ以降はテレビと映画の両方で活動を続け、役者としてのキャリアを築き上げた。1980年代以降は ホラー映画への出演も増え、バタリアンやエルム街の悪夢にフレディの復讐などでも知られている。近年では、ザ・フィースト、ザ・フィーストや続編のフィーストに、怪物復活、フィースト3、最終決戦などへも出演した。1952年にミリアム・バード・ネザーと結婚し、二人の子供を設けているが、2003年に妻のミリアムは他界している。 ありがとうございます。